はい、こんにちは。ワルテンヌルマです。今日はこちらで遊んでいきましょう。HD リアルドライブゲトラルです。はい、こちらですね、ラジコンなんだけど、カメラ付きラジコンね、要はドローンですね、はい、ただ小型のドローンなんで、室内とかで撮れるやつなんだけど、なんとですね、こちらの対象年齢が10歳以上ということで、ようやくエイシン君が10歳になったので操作できますんで、今回ようやくこれを紹介したいなと思います、でね、スマホとかつけてね、なんか見ながら操作することもできるみたいなんで、割と簡単に楽しく飛ばせるんじゃないかなと思いますね、じゃあ早速開けてみましょう。はい、中身こんな感じでしたね、これがコントローラーで、これがドローン本体、リアルライブテトラル本体だね、あとは予備のプロペラ、あとは充電用の USB ケーブルなどが入ってました、あとは取り扱い説明書です、じゃあ早速ですね、つなげていきたいんだけど、まだ、最初はね、充電ちゃんとなってねと思うんで、少ししか飛べないと思うんだけど、まずはね、アプリを落とすんだって、でこれ落としてあるんで今起動します、で本体電源をオンにします。オン、素早く点滅してるね、OK、そしたらコントローラーの電源スイッチをオンだって、あ、ピーっていったね、そしたら今度はこの左側のレバーを上下に倒すんだって、上下、あ、なるね、なるね、 OK、そしたら今度は 両方ともを右下に倒すんだって、こっちが点滅から点灯に変わったらペアリング完了、 OK、完了しました。一旦離陸させてみましょうか、はい、ここのボタン押すと、おおおおお、すごい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 、え、早速こう動かしてってね、シンくんね、すごい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 、おおおお、あ、すごい風来て涼しいんだけど、おお、なになに、こういうことがありますからね、点滅しちゃいましたね、離陸と着陸だけね、いきます、おお、やっぱちょっと動いちゃうかな、おい、今着陸ボタン押したの、うん、あ、そっかそっかそっか、ちゃう、もう真上に行くけど、なんか気流の影響とか受けて若干ずれちゃうのかな、じゃあ今度はね、スマホで操作するモードで遊んでみましょうか、これをまず電源オンにしてもらって、電源オンにすると Wi-Fi が飛ばされるみたいで、これで CX17 から始まる Wi-Fi ポイントを選ぶ、そしたらアプリを使います、でスタートボタンを押すとこんな感じ、これわかるかな、映ってる、映ってるのわかるかな、これ面白いよね、面白いね、はい、こんな感じでドローン視点になって、遊べることができるんだね、じゃあいいよ、はい、ピッ、来た、おお、同じ感じ、同じ感じなんだけど、あー、やばい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 、あー、停止、やっぱ難しいよ、はい、ちょっと事故ったねちょっと事故りましたけど、もう一回やろうか、まあ基本的にはこれおもちゃだからね、おもちゃなんで、本格的な撮影とかに使用するドローンではないのでね、はい、じゃあね、続いてはですね、このなぞってプログラミングっていうのをやりたいと思いますね、でこの画面の右上にこのここね、このボタンなの で離陸してからこの右側が今開いたでしょ、ここにね、なぞるんだって、指で、そうするとその通り動くみたい、じゃあやってみてください、はい、飛ばした、あ、動いてる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 、動いてるけどカメラで追い切れない、あー、ちょっとちょっとそっちじゃん、確かになぞった通りには動いたね、うん、よかったはい、じゃあ次にスマホはモニター、でコントローラーで操作するっていうモードで遊んでみようか、これまた電源オンにします、こっちもオンにする、うん、そっちもオンにして通常通りペアリングしてください、でパパの方はパパの方で Wi-Fi で接続しますそしたらね、スマホの方は、こっちで操作できちゃうんで、なんかね、見るだけ用のボタンがあるのよ、あ、目のボタンね、そうそうそう、これで消えた、 OK みたいで、ここにセットします、あ、ちょっと待って、それでね、録画もできるんで録画しちゃおう、OK、はい、いいよ、離陸、おー、いけるいけるいける、ちょっとくるりと回転させてみてくれる、わかった、ちょっと待って、あ、エジン君さ、じゃあせっかくなんで、ちょっとマーティ君これで撮ってみる、ひどいことね、ちょっとびっくりすると思うけどさ、ちょっとやってみようか、はい、じゃあ行きましょう、
まあ、そんな感じでちょっとマーティ君かわいそうな感じになっちゃったけどね、うん、でもあの結構低空で飛ばして、しかもこう1回転もさせられたんでね、うん、ちょっとこれだけの映像ではそれが分かんなかったかもしれないので、もう1回じゃあちょっとこの辺で低空飛行させてクレジット改善させてみてください、はい、おっとっとさあどうでしょう、とっとっとっと改善できるかな、よしいい感じいい感じ、安定してる、回転できる、10だ、おおできたー、やったー、おお着陸も成功した、よーできたね、やっとできた、結構難しいね、うん、これさ、空中にさ静止してるみたいな書き方してあるんだけど、うん、そこまで静止してないね、ピアッセンサーは搭載してるらしいけど、ね、結構動いちゃうね、何もボタン押してないのに横にこうなんか流れていく、うん、なんだろう、この部屋そんな気流が、今エアコンもつけてないし気流がない感じだと思うんだけど、なぜかちょっと流れていっちゃうね、もしかしたらどっかあれかな、キャリブレーションしたら治るとかそういうのがあるのかもしれないね、これ面白いよ、うん、なんか旅行、それこそさ今度静岡行く時とか持ってってさ飛ばしてもいいんじゃない、カチッカチッ、いいよねこれ、まあただね、Wi-Fi で接続するので、うん、20メートル以上は離してダメみたいなので、はい、なんで空高く飛ばすとか、うん、そういうことはできないですね、20メートルくらい高く飛ばせたら落ちて壊れちゃう、そう落ちて壊れちゃう、うん、そんな感じだと思います、うまく持ったらすごいけど、はい、ということで今回は HD リアルライブテトラルでした、はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひ気に入ったボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、ずいぶん上手くなったね、うん、おー、はい、それと今回のおすすめおすすめ動画はこの辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということでこんだけ今暴れ回ってても通信切れなかった、うん、エラーも起きなかった、結構頑丈だね、はい、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ、バイバーイ。